皆さんどうもこんにちは、ケイラスです。あのね、動画外でね、あのちょっとね、道具とかちょっと詰めようと思ったらスマホが鳴っているっていう、ちょっと始めた瞬間に出てきて、ちょっと撮ろうと思います。スマホが鳴っている、誰からかわかんない。もしもし、あ、ケイリアスさん、この記事だの。突然電話しちゃってごめんね。アケリアスさんに紹介したいアプリがあるんだのも。早速そっちのスマホに送るから電話はそのままで、ちょっとスマホの画面を見てくれるかな。びっくりしたな、ほんまに。お、何これ、住人呼び出し。はい、送信完了だのも。今送ったのは住人呼び出しアプリって言うんだけどね。このアプリを使えばこの島に住む人と待ち合わせをして一緒に遊ぶことができるだのも。おかしい時は実際にアプリを使ってみんなで遊ぶ時に説明してもらえるから、気が向いた時に使ってみてね。それではよろしくだのも。いや、びっくりした。ちょっとね、動画内でね、その木の枝とかね、あの木の枝がね、木を揺すったら出てくるってことがちょっと動画外でちょっと判明したので、ちょっと集めて、で、とりあえず何かいろいろ作ろうとした、しようと思って、ちょっと開けたら、あんなことがあって。まあ、とりあえず新しい住人、あ、このアプリを使うと、この島に住む他の住人、プレイヤーを最大4人まで誘って一緒に遊ぶパーティーモードを楽しめます。始めるときは、一緒に遊ぶ人数分のコントローラーを用意してください。あ、そっか。あのね、妹のリブラが来ました。ということで、ここに家建てたんだ。ああ、なるほど。まあ、というわけで、相変わらず空が綺麗ですが、綺麗だね。じゃあ今回はここまでかな。ちょっといきなり電話がかかってきて、ちょっとびっくりしたんで、ちょっと終わりにしようかな。じゃあ、それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。では皆さん、バイバーイ。